これまだ綺麗な方ですよ。でもほんまに足の踏み場なくなるんで、映してええの、ポンポンが重んないかも。いや、ちょっと待ってください。暇なんだ。誰がやねん。すごい量。差し入れ。差し入れレベルじゃない。すごい量。料理しようかなと思ったけど、汚いすぎてやる気せえへん。ちょっと待ってください。最近、入りが最近、なんか、悩みを…え、キャンだ。何してるんですか。いや、差し入れ持ってきたから。いや、びっくりしますって、急に。差し入れ持って…ネタ合わせしてるから、ちょっと差し入れ持ってこい。あ、ここか。いや、ここが我が家なんですけど。いやいやいや、入って、入って、もちろん入ってください、すみません。ちょっと汚いんですけど、ごめんなさい。前と全然ちゃうやん、これ。いや、だからそうなんです。だから汚れてるやん。言ってくれたら僕らも準備しますけど。ていうか、お前前、はい、ロケ来るんやったらこのまましといてよ、なんか。そうですね。こういうのが欲しかったのよ。僕はそのつもりだったんですけど、めっちゃなんか普通綺麗にしてからもうこれ現状でしょ。はい、これがまあもう日常ですね、正直。うわぁ、これがみんなのスペースや、こう。ここは共有スペース。そこはで、ここが、まあ、ランランのモモが、うん、モモの部屋や、自分の部屋や、言うて。モモの部屋も汚いな。え、これまだ綺麗な方ですよ、でもほんまに足の踏み場なくなるんで。これ、映してええの、洗濯物の干し方もないんですよ、もう、あの、ハンガーとかが。これ、ここ何？これはソファーです、我が家唯一。誰の服なん、これ。で、これも全部モモの置いてんのか。これは洗濯したのを、もう、置いてんすよ。モモはなんか、すごい男っぽい。こういうとこはガサツですね。エグいっていうか、そプラちゃんそのいや、ほんまちょっと、タキさんもうちょっと怒られるんでやめてください、もう。あの、お二人、ヤギさん聞きたいことがあるって。え、ヤギさんが、ヤギさんに聞きたいこと。いや、さっき僕はあの、自分の布団にいつもタキさんが寝てるって、お前布団ばっかり寝なって言われたんで、僕、そうなんですよ、僕の布団、自分でホワイトベースって言ってるんですよって言ったら、ものすごい空気になって、はあ、例えたわけや。はい、それってどうしたらいいですか。ホワイトベース、はい、いや、根本が思んないかもしれない。いや、ちょっと待ってください。それじゃなくて。それじゃないですか。それじゃないです。あの、それじゃないですか。言ってるじゃないですか、二人で、あの、陰口みたいに。あれ、八木さん暇なのかな。ちょっと待ってください。それですか。あ、差し入れ持ってきたから。いや、それは僕は言ってないですけど、縛ったかな、僕は。いや、違う、それはね、言ったらええやん。僕らこう、昼間にやってて、うん、八木さんが電話かかってきて、うん、今から行くわって言われてたんですけど、うん、八木さん暇なんだ。いや、ちょっと誰がやねん。いや、でもほんまに正直そうかもしれへんね。そうなんです。そうなんです。いや、35ぐらいからそうなるで。落ち、暇になってくる。暇、あ、だからさ、むちゃくちゃ売れてる人は別やで。はいはいはい、はい、俺みたいな感じの人はそうなると思う。いや、マジでマジで一番忙しいので多分俺のイメージだけど、はい、大阪のロケ番組めっちゃ行ってる若手が多分一番忙しい。なるほどね、時間的に。劇場のライブあって、はい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 、新ネタライブめちゃやるのよ、はいはい、夜前ネタ合わせろ、次の日ロケ行って、はい、でスタジオ行くわけやん、はいはいはい、その時パンパンになる。なるほどね、うん、劇場出番もあんまりないから。そうそう、劇場出番もそんなないから。あ、そうなんのよ。意外に、うん、いい稼ぎ方をもしてはるってこと、うん、だからそんなもうアホみたいにバーッと働かんと仕事も選びはって。稼がれへんね、稼がれへんけど、そのなんていうかこうスケジュールの感じが変わるんだよ。年とか年齢とか、ね、暇というわけではなく、暇っていうか、まあ、そう全体的にそうなんねんって言ったら必然なんですね、うん、八木さんが悪い。だって単価が例えば仮にさ若手の時から倍になったら、はいはいはい、仕事が何やろ2分の1になったら一緒みたいな。まあまあね、稼ぐ量は、うん、だ俺はそうかな。だから単価は倍になったけど仕事の量が半分ぐらいあって、ちょっと昔と一緒みたいな。横倍なんですよ、じゃあ。
や今日持ってきたんやけど、これなんか俺作る、すごいすごい量、差し入れ、な差し入れレベルじゃない、すごい量、いや料理だ、料理、え料理料理料理しようかなと思ってんけど、えって思ったけど、思ったんやけど、はい、汚すぎてやる気せへんやん、ちょっと待ってくださいむちゃくちゃ汚いね、ここ、ほんま。え、掃除しますって、そうやったら。いや、それは…ちょっと、だから、食べるとこぐらい開けへん。これと…はい、ここね。これ何？これは、その…こないだ食べたお弁当のゴミ。あと、これ聞いて、これはだ誰がどうなってこの状態だったの、これ。これは…これは…だから、うちの、あの、もう一人の同居人の、うん、ウォンテッドのスゴーが、うん、朝の7時まで酒飲んで、うん、もうできるだけ早く寝たいから、うん、ここで脱ぎ捨ててそのまま寝るっていう脱皮のような状態、脱皮の脱皮のような状態、脱ぎ捨てて、ちょっと一回掃除しようか、これ、はい、俺ゴミ袋1個持ってきたで、ゴミ袋持ってきた、ゴミ袋持ち上げてる、何やこれ、見たことないものがいっぱいあってきた、ビューラーです、わっかいの、はい、モモの、モモが耳につける、モモが耳つける、浅めな帽子誰の、モモの俺絶対シェアハウスできへんわ、マジで俺。